皆さん、やっほー、りくチャンネルのりくです。そして、りくチャンネルのロッキーです。ロッキーは私の隣に、自分が主役のようにね、いるんですけど、この動画には全く関係ないです。なんでいるのかな？はい、今日はですね、見てください、皆さん。このどでかい袋。サムネにもある通り、私、前のこの動画で、本棚が増えたじゃないですか。で、本棚が増えたので、漫画とか全部そこ入れたので、前に買ったでっかいIKEAの棚の方がすっからかんになって、めっちゃぐっちゃぐちゃで、あとなんか部屋も机の上とかも寂しいし、壁真っ白だしって感じで、久々にちょっと模様替えしたいなと思ったので、セリアで模様替えグッズ購入してきました。何を買ったのか早速紹介していきます。どう？まずは、どれから見せよう。じゃあこれずっとさ、買いに行って帰ってきた時ソファーの上に置いてずっとこんな感じなの。自分のだと思ってんの、自分のじゃないのにね。はい、じゃあまず1つ目、じゃーん。これ入れ物ですね。木のなんかすごいおしゃれな感じなのでこれ買いました。これはなんか小物入れとかにしてもいいなと思ったのでね、こんな感じです。浅めの小物入れです。はい。ロッキーのおもちゃじゃないからね。で、続いて、これは前の模様替えの時も買った、じゃーん、ひな壇です、これ。アクスタとか、ちっちゃいフィギュアとか置くのにいいなと思ったので、これを1個と2個購入しました。しつこい！しつこい！ねえ、ロッキー、しつこいよ、ちょっと。で、次。これは、鬼滅のウエハースのシールをね、前これ入れてたんですけど、いっぱいになったので、これもう1個買いました。ほら、4個には仕切りがついてるやつ。これね、ウェハースシールを入れていきます。箱に入れてたんですけど、これめっちゃいいので、おすすめです。ね、絶対に私、こういう小物入れとか透明を選ぶんですよね。で、続いて、じゃん。これ超可愛くない？なんかブランコみたいになってる、なんか物を置くやつ。絶対なんかこういうさ、フィギュアとか、まあちっちゃいさ、鬼滅のさ、おねむたんとかさ、まあそんな感じで置いたら可愛いなと思って。何置いても可愛いよね、これ絶対。しつこすぎる、本当にもう。追い出しちゃうからね、しつこかったら。で、これ私、TikTok で見ててずっと欲しかったやつ。これも小物入れ。超可愛くない？王冠の小物入れです。なんか、よくここに、イヤリングとか、ネックレスとか入れてる方がいて、ほら、可愛いなと思って、で、セリアで見つけて、これセリアなの？と思って、びっくりしちゃった。で、今回はね、全部100円グッズだけ、200円グッズとかはないです。で、続いて、じゃーん！突っ張り棒これ。なんで私は突っ張り棒を買ったのか。まずね、突っ張り棒を2本買いました。どこだ？じゃーん、2本ですね、突っ張り棒。で、これを使って、これと、あともう1個。じゃーん、突っ張り棒用の入れ物。ねえ、ロッキー。ねえ、もう動画進まないんですけど。突っ張り棒を2本こうやってかけて、で、ここと、ここにやって、こうやってね、クローゼットとかすごいいっぱいスペースあるので、突っ張り棒やったらいいなと思ったので、これ2個買いました。いろいろさ、DIY のものとか、めっちゃごちゃごちゃしてるんですよ。これ絶対いいと思って、これ買いました。で、続いて、じゃーん。ちょっと、ロッキーの写真飾りたいなと思って。これさ、すごいシンプルで可愛い写真立てなの。ほら、ここに差し入れるの、おしゃれじゃないこれ。普通の写真立てよりシンプルでめっちゃいいですね。はい、ロッキーこんな感じですね。はい、見たいこんな感じで写真入れると。はい、いい感じ。はい、もうロッキー、かわいいね。で、続いて、じゃーん。これは机。机用のゴミ箱です、これ。私、おっきいゴミ箱あるんですけど、机用、お菓子食べるときとかのゴミとか入れようかなと思って。かわいいから、シンプルで。ちっちゃめのゴミ箱です。で、続いて、私ね、ほら、前に本棚紹介したときに、ポスター、ワンピースのポスター飾りたいって言って、構わない！ダメ！の！ワンピースのポスター飾りたいって言ってたんですけど、飾り方か。持ってかれたんだけど。ねえねえねえ、ロッキー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 。ダメ！の！
飾りたいって言ってて、で針で刺したくないって言って、皆さんあのコメント欄100均ポスター貼るやつ売ってるよって教えてくれたので、ポスターを貼るシールを買ってきました。じゃーん。あの私マスキングテープくるくるってやって一回貼ったんですよ壁に。そしたら次部屋に来たらなくなってて、本棚の裏行っちゃいました。でこれでもしくっつかなかったら、もっと強力なやつ、これも買いました。ポスターを貼る、一応ね2種類買いました、怖いんで。でもしこれでもあの剥がれちゃったらもうしょうがないと思って、じゃーん、ちょっとおしゃれなあのマスキングテープを買いました。あの茶色っぽいねポスターにしてめっちゃ可愛くないこのマスキングテープねえロッキー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 ねえロッキー、はい、今チャンス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 、はいマスキングテープです。ロッキーお行儀悪いよアボホ。もうね私怒ってるんですけども、メロメロ。はい、で続いて可愛い見つけたこれも見てこれアクスねえロッキーロッキー、はい、これねなんか小物入れ、小物入れ買いすぎじゃない、小物なくなっちゃうよね。はい、あのなんかバッグみたいな形したおしゃれなあの透けてる小物入れですね。これは考えたのは目薬とかちっちゃめのやつ入れたいなって、イヤリングとかあったら絶対これさ落ちちゃうから違うやつ入れようかなと思って。で、あ、もう数が少なくなってきました。続いてじゃーん、瓶です。あの私今模様替えグッズ紹介してるんですけど、今度の動画で模様替えの動画やるんですけど、この瓶何に使うのか今度の動画楽しみにしててください。はい、こんな感じで透明な瓶を買いました。これね縦にも置けるし横にも置ける感じで、これとあとじゃーん、これも何に使うのか、じゃーん、ガラス玉、綺麗じゃないこれ、めちゃくちゃブルーとあのクリアのやつ、泣かない、めっちゃ綺麗で、いいこと思いついちゃったのでこれを使ってあの可愛い部屋にしちゃいます。で続いて、はい、続いてこれね、わかる、あの紐壁につけてあの写真を引っ掛けるやつ、パチって洗濯バサミみたいな、これ2個買ったんですけど、これはやっぱりリクとロッキーの写真を壁に飾りたいなと思って、絶対可愛いじゃんね。でこれ2個買って、あの本当におしゃれなのが多すぎセリアは。はい、皆さんラストです。何を買ったのか、じゃーん、写真立てです。あのこれ見た瞬間、あれワンピースの色紙と同じ大きさじゃないと思ったので、これにワンピースの色紙、もしサイズ合わなかったらロッキーの写真とか入れて飾っちゃいます。はい、以上です。全部で23点、めっちゃいいのいっぱい買えたよね。これ絶対あの次の模様替えの動画、私の部屋がもう私の部屋じゃなくなっちゃいます。何言ってんだろうねはい、じゃあね皆さん、これ開けてないわ、これ開けてみます、ちょっと一回ね、開けてなかった。これね TikTok のおしゃれな部屋とかで壁にねやってる人がいて、意外に短い、あ、長かった、はい、こんな感じで写真を引っ掛けられるの、よくないこれ。まあね、こんな感じでいろいろ変えたので本当に良かったです。絶対お座り、絶対もう次の動画で部屋が可愛くなると思います。皆さん次の模様替えの動画楽しみにしててください。いやロッキー大変になりそうですね、模様替えの時しつこくないです。何何食べてんの、プロ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 しないでプロプロしないで。はい、じゃあね、ということで今回ねセリアで私の部屋の模様替えグッズ大量に購入してきたんですけど、まあ今回の動画はロッキーがめちゃくちゃしつこいっていうのと、あとはめっちゃ可愛いグッズが買えました。で、あと私今回セリアでいろいろね買ったんですけど、もしダイソーとかキャンドゥとかでおすすめの商品、まあセリアでもね、おすすめの商品とかあったらぜひコメント欄に書いてください。あとロッキーを落ち着かせる方法もコメント欄に書いてください。じゃあということで、またね100均のグッズとか見たいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後だけおとなしくなりました、エンディングだからね。はい、概要欄から私の SNS もフォロー、私のグッズも見てみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。